今週おとといその前ぐらいのニュースを最速で皆様にお届けするニュースヘッドラインのコーナーがやってまいりました。お伝えするのはもちろんセムです。まずはこちらのニュースから。オミクロン株やっぱり風邪かも。先週ですねオールドコロナじゃねえなんて私言ったんですけれどですね、なんかね面白くて、私素人の人間なんですけれども、その知見が合ってたような合ってないような、なんか新型コロナとオールドコロナの混合した遺伝子があるんじゃないみたいな説まで出てきましたね。まあこれは有力な説ではないのでオミットしていただいて結構なんですけれども、まあ、要は何かと言いますとですね、死んでない、重症化もないんで治ってるんですね、オミクロン株で。このままこの流行がですねオミクロン株に入れ替わっていきますとですね、コロナ禍が完全に終わる可能性大です。でこれは僕の試験ですよ。もしかするとオミクロン株を入れちゃって新型コロナの方を駆逐した方がいいかもしれませんね。まだちょっと患者の母数が少なすぎて分かんないんですけど、このままね死者なしで行くんだったらそれもありな気がしてきました。ただそのちょっと違うのがワクチン打ってる人が多いっていうことですね。ワクチン打ってる人はもう基本的にコロナ抗体がありますんで、オミクロン株に効かないっていうのは感染の方だけですからね。重症化を防ぐっていうワクチンの役割はですね完璧に通じてますんで、死者が出ない重症化もしないっていうのはですねワクチンの影響であるのか、それともこのオミクロン株が持ってる特性なのかっていうのは判断するにはまだ早いということですね。でもね2週間経ってこんな感じなんで意外ですよ。ちょっとこれはね意外とオミクロン株面白いかもしれません。まあちょっと見てみてください。はい、次のニュース。そんな中ですねまだワクチンをですね打たない人、拒否する人っていうのがいてですね、その理由を紹介した記事がございます。日本各地2万6000人を対象にワクチン接種の是非を聞いてみたところ、まあ拒否した人がやっぱり 10% ぐらいいるんですね、日本にも。まあ正確に言うと 11.3% の人が嫌だなって思ったってことで、ただ分類分けをいたしますとやっぱり多いのは女の人が嫌だって言ってるみたいですね。逆にいわゆるおっさんですね、男の人の拒否率はだいたい 4.8%、 まあ男の方がよく打っているということでございますね。ワクチン忌避の理由については、まあ、一番が副反応に対する懸念っていうことと効果に対する疑念っていうのが 19.4% と続いたということで、まあもうだいたいこの2つでほとんど占めてる感じですね。であとはなんかこう宗教上の理由とかなんかいろいろ言ってるんですけど、まあ要はお気持ちの問題、嫌だもん、怖いもん、知らないもんっていうのが大きかったみたいですね。あ、ちょっとこれがグラフなんですけど、これ男性はだいたい多くても世代別 10% しか拒否ない、まあ、女性の方が圧倒的に拒否率が高いよっていうことでございます。でこれ頑固なんですよね、こういう人たちってとにかく嫌だもんみたいなことをずっと言うんですよ。男性も女性もこういうのにはねなんか科学っていう話ではないんですよね。でワクチンの効果に疑念ってあったりとかするんですけれども、今年の 1,3 月期のコロナ死者率が 2.4%、46が 1.3%、 79が 0.3%、 これ明らかにワクチンが進んだからなんですよね、日本において。でまあこのワクチン打ってない人がコロナで死亡する確率が 3% 弱まだありますんで、我々の行動制限も解けないということになります。まあどうせワクチン打ちたくないっていう人はこの放送を見てないと思いますけれどもですね、自分自身だけじゃなくて周りの人に感染させない、自分の子供を守るって意味もございますんで、まあ打たれた方がよろしいかなと思いますよ。で副反応なんですけど、あるかないかで言ったらあります、ありますけど1日とか半日ぐらいで食って寝たら治る程度でございますんで、これぐらいはみんなやってることなんでね、あえて受け入れるのが常識じゃんじゃないでしょうかね。ワクチンハラスメントしますよ私は。はい、次のニュースです。すごい悪役にされてるモデルナなんですけど、モデルナを甘く見る人が知らない驚くべき正体。モデルナはですね mRNA ワクチンのですね開発からですね生産までのラインをですねすんごい規模で効率よくやっておりまして、今度の新型コロナウイルスに対するワクチンでそれが完璧に出来上がったと。でこのオミクロン株に対するワクチンもですね大体ね3ヶ月でできる、3ヶ月ですよ、大量生産して製品にして我々の元に運ぶまでに6ヶ月あればできるなんて言ってるんですよ。すごくないですか。で旧来型のワクチン
ってのはですね、ベクタード型、まあ、要は不活性化した毒性のないウイルスを使ってこれをワクチンするっていう方法だったんですね。それに対してこの mRNA 型っていうのはですね、まあ、そもそもウイルスの設計図自体もう何の毒性もクソも何もない設計図自体をもうぶち込むっていう形なんで、まあ、生産大量生産が可能だということでございますね。だから開発もですね、ウイルスの設計図 RNA さえ分かっちまえばそれを抜き出して複製するのは可能だということでございます。ちなみにですね、こういう技術はですね日本でもあります。理化学研究所とかですね、できるはできるみたいです。ただ日本の研究者はなんでこういうふうにワクチンとかの開発が遅いかと言いますと、第一にカレー、第二にカレー、第3に規制ですね。前例がないから規制していると、なんかこんな気持ち悪い旧来型で作れっていう声が大きかったみたいですね、日本では。なんで mRNA 型ワクチンは作りづらかったということでございますね。すごい話ですね。はい、なんかこういうお話を聞くためにですね、この実態はうまくいってるような感じの社会主義国家なんですよ日本って。少しどうにかしたいような気もするんですけどね。何なんでしょうね、この日本が抱えるこの閉塞感、老人が支配するっていうかね、こういう老人の支配ダメだよねって言ってる私がもう中年なんですよ。若い人のためになんか働きたいって言ったらなんか喧嘩になっちゃったりとかするんですよね。おかしくないですか日本って。まあそこら辺をちょっと変えていきたいななんて僕は思っているんですけどね。ねえ玉木君。はい、次のニュース、石原伸晃初の女性首相予想。この石原伸晃さん、こちらですね、自民党の税調ということでございまして、強力に増税を推進した方でございます。でこの度の選挙でその自民党税調のインナーって言われてる方ですね、7人のうちの1人で5人落ちたんですよ。自民党の税調ってざまあみろっていう話なんですけどですね、まあ懲りてませんね。でまあ内閣参与っていうやつに抜擢されてですね、まあ仕事してるっていう話なんですけど、結局これ何って言われたらですね、岸田さんがですね元石原派の本人も含めて7人なんです。この7人がですねすごく貴重なんですよ、やっぱり欲しいんですね。なんで石原さんを抱え込んでいると。でそのお礼にですね、小渕優子さんと上川陽子さんがすごく総理大臣になるんじゃないですか、次の総理大臣になるんじゃないですかって言ってるんですけど、こちらはですね茂木さんと平成研ですね、それと岸田派の宏池会の人間でございます。宏池会と平成研から次の女性宰相を出しましょうね、高市早苗はオミットしましょうっていう発言なんですね。そういうことですね。こういうふうにですね、政治家の発言をちょっと裏の裏を読むとですね、こういうことが出てくるわけです。まあクソですね石原伸晃。ダーン。はい、次のニュース、いぶりがっこ伝統の味ピンチ、衛生基準が導入されていぶりがっこ作れねー。昔ながらの製法を代々受け継ぐいぶりがっこは農閑期にですね小屋で作ってるんですね、農作業小屋で。それがですね食品衛生法の改正で許可が必要になって、衛生基準を満たすにはものすごい多額の回収費がいると。ばっかじゃねえの。いぶりがっこ関係ないところで、全国で浅漬けなどの食中毒、特にキムチが相次いで、浅漬けとか漬物に対する食品衛生法が厳しくなったので、それはまあいいにしてもなんか巻き込まれたということでございますね。まあこういうのでなんか一回法律作っちまったらですね、こういうなんか伝統的なやつは八丁味噌の時もそうなんですけれども、法の網みたいなのになんかこう抜けちゃうんですよね、こういう伝統製法みたいなのが。こうやってですね、いぶりがっこはですねによってですね駆逐されたということでございまして、まあちょっとちゃんとしないといけないんじゃないでしょうかね。はい、次のニュース、そんな官僚がやってるお話なんですけれども、サラリーマンが天引きされる保険料ですね。保険料負担がすごい増えております。2023年 50% 超増加。はい、こちらの図ですね。はい、2003年でだいたい 40% ぐらい取られてたのが急激に伸びまして、今 46%ぐらい払ってるんですね、サラリーマンの給料から。で2023年再来年度ですかになったらですね 50.5% にまで達するということでございますね。ちょっと取りすぎじゃないのかななんて思いますね。あの健康保険料とかはこの前やっと後期高齢者の負担率が1割から、お金を持ってる人については2割になりましたよね。でもこういうのもなんかこうみんな一緒で3割負担にすればだいぶ助かるんじゃないです現役世代が。だって老人が安く医療を手に入れるために現役の俺たちが暮らしていけないっていうのはちょっとね
なんかおかしいと思いますよね。さらにですね、介護保険料、これも老人のために使ってるお金ですね、 2.8%。 さらに雇用保険がですね 0.9% からですね 1.95%。 だいたいね、まあ、典型的なサラリーマン世帯でですね、1ヶ月600円ぐらい上がるんですよ。年間7200円か上がるんですね。これちょっとおかしくないですか。もともと雇用保険って失業した人間に配るお金なんですよ。コロナ禍で5兆円もなんか豚積みされてたお金がなくなったと、なくなったからあげてくれっていう話なんですけれども、なくなったからあげてくれじゃないじゃん。5兆円も豚積みされてたんだから、それがなくなったからって何なのって話じゃないですか。でしょ、使う必要なかったんだから。アベノミクスですごく失業率が下がって、使う必要なかったお金一時的になくなっただけでしょ。保険ってもともとそういうもんじゃないですか。将来の保険料で賄うものなんで、今お金がないからあげてくれって、ちょっとおかしくないですか。このちょっと何かしないといけないななんて思っております。はい、次のニュースです。腹が立つニュースばっかりでございましたので、ちょっと景気のいいニュースをいたしましょう。前澤さん、ロケットになる。発射台に乗ってですね、 ISS 国際宇宙ステーションに行くんですって。前澤さん、カザフスタンバイコヌールで前澤友作さんが搭乗予定のソユーズロケットだそうでございます。ソユーズに乗ってですね、月に行く前にとりあえず国際宇宙ステーションに行ってみるんですって。すごいですね。こうやってお金持ちは金を使わないとですね、まあ景気も良くならないんで、少しぐらいね、ちょっとこういうドパッとぶっ放してみたいなニュースがあるといいですよね。ただ前澤さん、行くならどうせなら日本のロケットに乗っていってや。次、暴走族37人検挙、神奈川県統一するぜ。バイクで暴走行為を繰り返した2つの暴走族グループ37人が警察に一斉検挙。赤信号でもバイクは止まることなく暴走行為を続け、警察に追っかけられて捕まる。この人たちはですね、神奈川県を統一しようとしてやったそうでございます。神奈川県統一すごいですね。神奈川県統一されちゃったら鳥取県も統一されちゃうのかにゃー。やってみてほしいんですね。なんか舐めてるだろうっておっしゃられると思います。はい、舐め腐ってますよ。こういう風にですね、昔はね、暴走族も元気良かったんですよ。こういうことやっても仕事に困りませんでしたからね。僕らの頃になるとですね、こういうことやってた子がですね、もう前歴がすぐバレるようになったのと、もう一つ仕事を雇ってもらえなくなっちゃったんですね。暴走族っていうのもですね、もう絶滅危惧種になっちゃったんですけどですね、まあアベノミクスで少し若者が雇用に不安がなくなったので出てきたっつうことなんでしょうね。まあでもなんかちょっと夜にブンブンやるのは許してほしいですね。僕9時には寝てるんでね、なんかちょうどこの人たちが活動している時間にブロロロロロとかやられるとですね、かなわんわけでございますよ。次、ちょっと値上げのニュースを最後に呼びます。バストイレ最大 40% 値上げ。バストイレって何のことですかっていうとですね、ユニットバスってやつですね。ユニットバスとかユニットトイレ、これを 40% 値上げ。さらにですね、マルちゃん製麺がですね、材料費高騰で値上げということでございましてですね、まあ、こうやってですね、こう原油価格が上がってコストプッシュ型のインフレになりつつありますね。このコストプッシュの原因は何かと言いますとですね、すごい情けない話なんですけれども、日本では雇用政策がうまくいったんですけれどもですね、外国は直接給付したんですね。その結果どういう風になったかっていうと、企業は労働者を切りました。で、結果バスの運転手が3分の1ぐらい辞めさせられたんですね。バス、トラックの運転手。そうすると港にトラックが来ないもんだから、ヤードってところにですね、のぞみになってですね、なかなかこうさばけないわけですよ。で、港の方にですね、コンテナ船がですね、ダーッと並んでるような状況なんですね。で、1日こう停泊するとですね、まあものすごい金がかかるのコンテナ船ってやつですから、ちょっとね、そんなこんなでものすごい供給力不足っていうやつに陥ってるんですね。ところがですね、外国はリモートで学校教育とかするようになっちゃったんで、リモートで学校教育とかするようになったらどうですか。リモートで勉強させる小学生とかちょっとありえないでしょ。親が家にいるようになったんですね、子供が家にいるから。結果女性の労働者が戻ってこない。で、ウェイトレスが足らない。で、さらにですね、保育園で働く女性従業員も足らないということになったんですね。保育園で足らないっていうことはですね、もっと従業員で働きたい、子供預けるところがない人が増えますから、大体 50% ぐらいなくなったらしいですね、子供を預かってくれる保育園。そうするとスクールバスも発進できないわけじゃないですか。もう壊滅的らしいですね、アメリカと
かヨーロッパの雇用は。で日本はですね、意外とこの従業員を首切らないでくださいって言って、企業を1回通してこの雇用調整助成金っていうやつを使ってやったんですね。で5兆円のお金がなくなったんですけれどもですね、この5兆円もですね、もともと豚積みになってたお金を使ったっていうんで、非常にいい政策だったってことですね。なんですけど、外国がこういうふうに雇用の対策をちょっと失敗してしまったということで、そのしわ寄せが我々に来ているわけでございますね。さらにですね、バイデンがですね、もう原理主義みたいにですね、グリーンエネルギーっていうやつを言ってるんですね。だから石油は絶対にこう使わせないって言ったらですね、石油の価格が暴騰してしまったということでございます。バイデンバカでしょ。どうにもなかなかなりませんね。あとは日本政府がちょっと頑張るだけなんですけどね。岸田さん、もうちょっと頑張ってください。セブでした。